ここさ、あれよね、アリスさんとのイベントないからさ、会話変わるんじゃないかな。ちょっと見てみようか。そういえば、レコさんとは会話できてるんですか？なぜそこへ踏み込める？ガサツなのか、指導員サラ。まさかまだほとんど喋れてないんですか？だが、遠巻きに観察することはできる。レコは変わったと俺は確かに最初そう思っていた。しかし、ここ数日を見ると、やはりレコはレコだった。俺のよく知るあいつと本質は何も変わらなかった。そこに気づいてしまったのさ。いい話風に語ってる。指導員サラ、そもそもお前はレコの過去を知っているのか？え、それは…これを見ろ。アリスさんは服の間から折りたたんだ紙を取り出した。これ、雑誌の記事ですか？ある日、優しい優しい監視がな、俺に渡していったんだ。サムライアイバー解散ね、うん。サムライアイバーは、レコが以前組んでいたバンドだ。メンバーの一人が脱退し、ボーカルがもうこのバンドの曲は歌えないと発言し、グループは解散したと書かれている。バカなメンバーが不祥事を起こして、そのバンドの歌をレコは歌えなくなった。不祥事ですか？殺人だ。なぜか公にはされなかったかな。バカなメンバーって、まさか。この記事は、俺の戒めだった。俺はレコの心を深く切り裂いた。それは、俺が刑を受けたところで、癒えることのない傷だ。だが、この記事はもう、俺には必要ない。捨てておいてくれ。え？うん。なるほどね。お、銀くんそこがつくのね。だま？にゃ、なんで起こすわ、サラ姉ちゃん。これが銀の人工知能。ごめんな、ちょっと話さないか、銀。もちろんにゃ、わーい。元気だな。経歴聞こう。経歴って何を話せばいいわ？うん、自己紹介してくれれば嬉しいな。平和小学校6年3組いぶし銀、12歳にゃん。飼育係してるにゃん。学校は楽しいか？嫌なやつがいるからあんまり楽しくないにゃん。でも友達に会うのは楽しいわ。一緒にゲームしてるにゃん。銀の服装は学校でもそれなのか？うん、怒られちゃうから家にいる時だけだわ。これを着てればなんだか喋りやすいにゃん。でも学校じゃ着れないから不安になるわ。だから学校ではおとなしいってよく言われるわ。違うのににゃん。もしかして、あの服がないとコミュニケーションが苦手なのかもしれない。将来は、動物とずっと一緒に暮らしたいにゃん。ああ、かわいい。どんな動物と？マイブームはワニだにゃん。かわいいわーん。すごい、ロックな趣味してるね。男の子だからかな。なるほど。じゃあ次聞きましょうか。まだ何か聞きたいにゃん。身体的な情報を聞かせてくれるかい？身長138センチ、体重 35.5 キロだにゃん。あ、ここで聞けるんだ、体重。うわー、なるほどな。前の健康診断より2センチ背が伸びたにゃん。成長期も声変わりもこれからなんだな。当たり前にゃん。サラ姉ちゃんより大きくなってるはずわ。きっとかっこよくなるよ。期待してるぞ。お姫様抱っこしてやるにゃん。感謝しろわ。やばい、こういうこういうちっちゃい男の子がさ、成長してさ、迎えに来たよみたいな感じの展開、マジめちゃくちゃ好きなのよな。
やばいなぁ。お姫様抱っこされてよし、約束しようじゃないか。わかったにゃん。背を越えたら約束は？未来。私にも、銀にも、未来がある。絶対に、死ぬわけにはいかない。そうだね。銀くんの命は、これからも私が守る。じゃあ親族について聞こうか。お父さんについてあんま話してくれないんじゃないかと思うんだけどな。僕の家は、両親共働きってやつにゃん。兄弟もいないから、家に一人の時は寂しいにゃん。お母さんは疲れててもすごく優しいわ。どんなに帰りが遅くなっても夜ご飯を作ろうとしてくれるし、無理しないでって言ってるのに。お母さんは好きか？大好きにゃん。最近さらに忙しそうだから心配わ。お父さんはどうだ？嫌なところもあるけど好きにゃん。ただ飲んだくれて迷惑かけるところとか大嫌いにゃん。恥ずかしいわ。それにお母さんに怒られて謝ってばっかりだからなんか威厳とか感じないわ。あんな情けない大人になりたくないにゃん。なんだ、それなりにいい家じゃないか。でもなるわけないにゃん。お父さんとは血がつながってないわ。激重。え？僕が2歳の時に結婚したらしいな。だから遺伝子ってやつで似ることはないわ。そうなのか。まあ別にお父さんが嫌いなわけじゃないわ。本当だにゃん。そっか、なるほどな。あ、嫌いなのかと思ってたけど、あれか、酒飲んでる時のお父さんが嫌いなだけか。オッケーオッケー。え、デスゲームの情報わからないにゃん。怖いわ。死ぬってどういう感じにゃん。私にもわからないよ。お母さんとお父さんに会えなくなるのは嫌だにゃん。サラ姉ちゃんも怖いにゃん。ああ、怖いよ。とてもね。きっと僕が守ってやるにゃん。いつでも会いに来るわ。ありがとう。キミ君好き。かわいい。大好き。大切なものについて。あれか、ニャーちゃんクッション、クッション。ニャーちゃんクッションとかかな。大切なもの？難しいにゃ。やっぱりお母さんとお父さんにゃ。いなくなっちゃったら悲しいわ。あと、いつも一緒のニャーちゃんクッション。こいつがとっても大切だにゃ。いつも一緒だから忘れてたにゃ。ごめんわ、ニャーちゃん。銀にとってはそのニャーちゃんも家族なんだな。そうだにゃ。前にお父さんが捨てそうになった時は本気で怒ったにゃ。許せないわ。新しいものにするとかそういうことじゃないにゃ。お父さんはバカわ。思い出したらムカムカしてきたわ。またお母さんに怒ってもらうにゃ。あー、癒しですわな。あー、終わっちゃったよ。ちょっとこれセーブして、ちょっと銀くんの人工知能はずっと持っとこうかな。いや、他のやつ買う予定もないしね、別に。まあ一応別セーブ取っとくけど、戻ってきたいときは22に戻ってきて癒しをもらおうね。ってことで、じゃあ次行きます。来たね、これだ。ちょっと待ってよ。この交渉よ。九太郎さんのこの交渉に応じるか応じないかでちょっとエンディング分岐があるらしいですよ。見ましょうか。ザラ、メダルの交換しないか。よし、話し合おうぜ、サラ。サラ、お前さんメダルは持ってるか？あ、はい。10枚でいいんだ、交換してくれぜよ。俺は40枚出すぜ。悪い話じゃ
ねえだろ。九太郎さん、それはいい話ですね。確かに、かなりお得な話ですね。そうぜよ。お前さんに随分有利な条件のはずだ。その意図は、一体。文句ねえよな、サラ。ちょっと待ってください。やっぱり、なんか変ですよ。そんなことねえ。これはただの取引ぜよ。お前さんに損はさせねえ。俺を、信じろよ。でも、頼むぜよ、サラ。俺は40枚出す。お前さんは10枚でええんじゃ。交換してくれるぜよ。九太郎さんは変だ。でも、この取引は私に得がある。嫌な予感がするけど、それでもこの取引を行うべきだろうか。まあ、多分脱出券使って脱出されちゃうんでしょうけど、いいんじゃないですか？差し出しちゃおう。君だけ脱出してもいいよ。ちゃんと助けてくれよな。わかりました。交換しましょう、九太郎さん。ああ。九太郎からマイメダルを40枚渡された。じゃあ、俺は行くところがあるから。これで、話し合いは終わりだな。九太郎さんの態度がどうも引っかかる。パソコンの一件があってから、九太郎さんの様子は明らかにおかしい。長い階段の方へ行ったのが見えたな。見に行ってもいいかもしれない。長い階段しか行けない？もしかして。あ、行けるわ。ちょっと先に九太郎さんの人工知能を見たいな。あ、見たいな。九太郎さんの人工知能が答えてくれるようだ。ここはどこじゃけ？これが九太郎さんの人工知能。九太郎さん、お話できますか？もう別にいいぜ。人工知能でよけりゃ相談に乗るぜ。ありがとうございます。硬いのはよせよ。砕けて話そうぜよ。じゃあ、経歴から行きましょう。ギャーってなんだ。じゃあ、経歴から聞きましょうか。チートばかし変わった個人で育ってよ。いろんな国の奴がいたぜよ。俺も方言やらいろいろ混ざっちまって。義務教育はもちろん、高校まで通わせてもらってよ。施設には感謝しきれんぜよ。今じゃ俺もプロ野球選手だ。個人のガキンチョらも応援してくれてる。早く見せてやりてんだ。俺らみたいな境遇でも、一軍のマウンドで、球場の客ドカンドカン盛り上げられるってよ。なるほどな。個人に愛着があるんだな。まあ、つうわけで経歴はまだないぜよ。俺の輝かしい成績はこれから作っていくかじゃ。今のうちにサインでもしてやろうか、サラ。本人からいずれもらおう。そうだな。身体的な情報。身長193センチ、体重105キロじゃ。言っとくが全部筋肉ぜよ。太っちゃいないがや。すごいですね。ポジションはピッチャーやが、打撃も走塁も守備だって自信あるぜよ。よくわかんないけど強そうだ。だが、最大の武器は頭ぜよ。賢くねえと一流のスポーツ選手なんてなれねえからな。そういうものですか。まあ、知恵の輪を力でぶっ壊しちまったのは反省してるけどな。何にしてもズバ抜けて身体能力は高い。まあ、頭は割と冴える方って、っていうのはまあ、わかるわな。親族についてはこれ聞きづら。話しづらいですか？いや、話せることがなくてな。なんせ実の親の顔も知らん。物心ついた頃には個人だったからな。だから、施設の人たちこそ俺の母ちゃんや父ちゃんだ。血のつながりなんかどうでもええ。でもな、時々思っちまうんだ。俺はどんな人間から生まれ、どんな遺伝子を持った人間なんだろうってな。ただ楽しくて始めた野球だったが、プロの一軍マウンドで投げたら、実の親が見てるんじゃねえかって、考えたことはある。会いたいですか？なあ、笑って話せたら最高だな。俺も楽しくやってるぞよって、気楽にな。九太郎さん。いやー。この人工知能を見ると、ちょっと愛着湧いちゃうね。じゃあデスゲームの情報聞こう。
そうか。デスゲームしてるんやっけ。多分俺のことだから死ぬ気なんざさらさらねえと思うぜよ。つうか野球だって二軍選手にとっては選手生命をかけたデスゲームだからな。楽しそうに言うな。ただ、自己分析すると、俺はルールの中で勝とうとしちまうかもしんねえな。スポーツ選手の差がじゃ、ルールをぶち破ろうって意識が薄れがちだ。お前さんみたいな、若くて怖いもの知らずの方が、生存の道を見出すのかもしんねえぜよ。そう、ですか。人ごとみたいですまねえな。俺は人工知能だからよ。いや、仕方ないだろう。だって自分がデスゲームに参加してるっていう意識はさらさら人工知能はないだろうからな。じゃあ大切なものについて聞きましょうかね。大切なものか。個人っていうのかな？それとも野球かな？個人で世話になった人たちと、ガキンチョラ。あとはもちろん野球と、自分自身、だろうな。いや、そうだろうね。俺は綺麗事は言わん。死にたくねえし、好きな人も死んでほしくねえ。だからって他人を蹴落とすのも苦手だが、やるしかねえなら覚悟は決める。けど、真っ先にそれが思いつくような野郎は大嫌いぜよ。熱くなっちまってすまねえな。当事者のお前さんに生きがって言う話じゃなかった。気悪くせんといてくれ。いえ、大丈夫です。うん。すごく九太郎さんらしい人工知能でしたな。ということで、九太郎さんに会いに行こうかね。長い廊下。さて。脱出しようとしてるのかな。行こうか。入れてるわ。カシャンカシャンとメダルを入れる音がする。九太郎さん？サラか。どうした？どうしたって、それはこっちのセリフです。アトラクションを手伝ってください。そうね。それはこっちのセリフです。九太郎さんこそ何をしてるんですか？気にすんなよ。お前さんの悪い癖ぜよ。その手を止めてください。一体、その自動販売機は何なんですか？邪魔せんでくれ、サラ。俺は200枚メダルを集めたんじゃん。200枚。自動販売機の上には青い文字で200と書いてあるのが見える。景品交換所の文字と同じだ。まさか、脱出券ですか？九太郎さん、あなたはもしかして、ジュースを買うつもりですか？アホだろ。一人で脱出する気ですか？自分一人だけで脱出する気なんですか？違う！それは違うぜよ、サラ！俺は脱出口を調べて、全員で革命を起こすつもりなんじゃ！全員で脱出するために！いいえ、それは嘘です。九太郎さんはフェアプレー精神を大事にしています。本当にその気だったら、メダルを交換するときに言うはずです。あなたは何も言わなかった。それは、一人で脱出するつもりだったからです。何が、悪いぜよ。俺は一切不正はしてねえ。正当に得た権利を使って、先に外に出るだけだ。助けだって呼ぶぜ。何人いるかわからない誘拐犯相手に反乱を起こすより、よっぽど現実的だ。お前らのことを見捨てるつもりなんてねえぜよ。迷惑はかけねえ。頼む、見逃してくれよ、サラ。喉が痛い。そんな、ずるいです。出るときはみんな一緒です。子供だって頑張ってるんです。出るときはみんな一緒です。ここまで一緒に苦難を乗り越えてきたじゃないですか。分かってるぜよ。仲間の死だって乗り越えた。出るときはみんな一緒です、九太郎さん。そんな希望どこにある。これを逃せば次はまたメインゲームだ。誰かが死ぬ、
確実にな。三島やジョーみたいに殺されるか、カイのように自決するか、どっちかを選ぶだけぜよ。でもこれはチャンスなんだよ。一人が確実に帰れるチャンス。九太郎さん、一度も立ってないんじゃ。一軍のマウンドに俺は、両親がいない奴にだって夢を見ていいんだって、夢を叶えられるんだって、孤児院のあいつらに見せてやるんじゃ。九太郎さん。九太郎さんの指が最後のメダルに触れた。ごめん、言い忘れたことがあるんだけど。今更なんじゃ。まさか本当に200枚集めるなんて想定外だった。脱出できませんなんて言う気じゃ。バカだな。脱出は本当にできるよ。正真正銘の自由さ。死から解放される。でもね、残されたものの扱いを教えてなかったんだ。これはね、一人勝ちってやつなんだよ。一人勝ち？どういうこと？それ。脱出した人以外全滅ってことだね。聞いてねえぞ！そんなこと！ごめん、言い忘れてたんだって。言い忘れたで済むことかよ、貴さん！俺はもう、メダルを使っちまった。どうしてくれるぜよ。そうだね。フェアじゃなかったね。わかった。特別に払い戻ししてあげるよ。使ったメダル全部。どう？よかったね。仲間を殺さずに済んで。あれ、どうしたの？今やめればメダルは返ってくるんだよ。まさか仲間を犠牲にしてでも助かりたいのかな。怖い。九太郎さん、ダメです。すがりつこう。仲間ですよね。九太郎さんはそんなことしないはずです。カイさんの意志は、銀やカンナだって待ってる親がいるんです。いや、親の話出しちゃダメだって。すまねえ、サラ。やめて、ダメです、九太郎さん。けたたましい音が聞こえる。無機質な機械音。とても長い、永遠に続く音。その音に紛れて、わずかに聞こえた、扉の開く音。九太郎さんは、その扉の先の光へと包まれていく。わずか数メートル先に見える、希望の光を眺めながら、私の意志は、そこで途切れた。ゲームオーバーかー。なるほど。あー、でも九太郎さん脱出エンドがあるのか。いや、これ、よかった。九太郎さんと本編で交換しなくて。九太郎さんと交換してたらこうなってたわけだ。いや、でも、あれだな、ちょっと、九太郎さんめちゃくちゃ喋るからさ、喉がやられちまったから一回休憩しますね。また見てないところまで飛びます。
来ましたね、ここですよ。ここもエンディング分岐らしいですよ。今現在サラちゃんの幻影濃度は110ありますので、ここで、交渉を誰かとねするとああいう風になってしまう、あんなことやこんなことになってしまうという噂をね聞いておりますので、やってみましょうか。はい、地獄に落ちたい。無理ですか。体を貫く。ねえ、大丈夫かにゃ。あ、起きたわ、サラ姉ちゃん。うなされてたにゃ。大丈夫は。いつの間にか、ロビーの机に突っ伏して寝ていたようだ。僕、お水持ってくるにゃ。飲むといいわ。幻影が20濃くなった。130になりましたね。目の前に闇が広がる。赤く染まる。あれは、私？ちょ！俯瞰してみちゃダメだって。また、また、あの時を。もう許して！夢の中なら、せめてちょを、ちょを助けて！何を、してるの？嘘！やめて！そんな！やめて！は？ああ！どうだ、サラ。これが俺の痛みだ。違う！だって、私はあんなこと！何が違うんだ？お前は俺を殺した。私が、ジョーを、殺した。私が、ジョーを。手遅れだ。サラちゃんは、もう。ゲームオーバー。ああ、最悪な未来だ。この時点ではもう間に合わないから、ここで、交渉せずに、あれだ、幻影濃度をハンナキに下げてもらわないと、強制あのエンディングになっちゃうから、そこまでじゃあ飛びます。さよなら。おー！一応これ飛ばせるのか。なるほどね。時間的にこれがクリアチップを集める最後のチャンスになる。ぐずぐずしてられない。アトラクションをやろう。オッケー。おお、 BGM 違う。へえ、変わるんだ。あれだね、マリオカートの最後の一周みたいな感じだね。ちょっと私、なんだけど、トイレ行ってくるね。交渉時間。おお、ノエル。なんだい？ちょっとセーブしましょう。はい。はいはい、交渉なんかしてる場合じゃないよ。俺の話聞いてね、てめえ。少し内容聞こう。正直言っていい？てめえら体ボロボロ。汚いし、風呂入ってきてくんない？風呂？おお！あ、ついにお風呂に入る？あれ、あったよね。1階だか2階だかのフロアにさ、お風呂が。あー、いけるのかな？ちょっと、お願いします。
ああ、よかった。ちょっと言いたいことあるからみんな呼ぶね。集まったか、ボロボロども。ふざけた呼び方しちゃいかんぜよ。サブゲームは3日間。日付は変わってないし、まだ終わりじゃないはずだけど。うん、まだ時間はあるよ。サブゲームも楽しんでほしいんだけどさ。てめえらボロボロじゃん。見てて嫌なんだよね。だったら、家に帰してください。そうじゃなくてさ。お風呂に入ってこいと言ってるんです。お風呂、あるんですか？うん、それと洗濯もするから服も回収ね。なんだと？何かするつもりじゃん。汚い服なんか興味ないよ。死んだ奴の綺麗な服が好きなんだ。お前の心はぐちゃぐちゃに汚れてるにゃん。でも、お風呂入れるなら、僕は嬉しいかな。皆さん、犯行は危険です。入りましょう。お風呂、入りましょう。確かに一理ある。ここはおとなしく入るべきだ。っていうか拒否権はありません。男は男風呂、女は女風呂へ連行しまーす。おい、そういえば、アリスはどっちに入りたいですか？あたしは男よ！気が抜けるぜよ。まあ、おかまってだけであって、お姉ってだけであってね、男だもんね。本当に、お風呂がある。わあ、すごいです！早く入りましょう。え、スチルある？スチル。待て待て、速攻でメイク落とす。みんながこれまでにないほどテンションが上がっている。今だけは、何もかも忘れて、つかろう。え、待って、レコさんのノーメイク見れるってこと？これ、めっちゃ楽しみなのが。キャー！なんだこの BGM は。わ、いいわ。みんな生き生きしてるね。はぁ、極楽ですね。ええ、本当に。一時的とはいえ、これまでの嫌なこともすべて忘れ去る。BGM いいな。自然とみんなに笑顔が戻り、細かいことは抜きに談笑していた。ここを出たら、また現実に戻されるとしても、少しだけでも夢の中にいられる気がする。なんかカンナちゃん、サラちゃんの胸見てない？わあ、すごいって思ってない？サラさん。カンナとも今なら普通に喋れる。どうしたカンナ？あの、失礼します。あー、ずるい。私も触る。やめろカンナ。いや、私も触らせてよ。ちょっと混ぜて。ありがとうございます。え、男性陣のスチルも見せてよ。みんなの体のムキムキと、ソウさんのヒョロヒョロ見たかったんだけどな。そのまま私たちは最高の時間を過ごした。いや、でも女性陣だけでももう最高でしたね。いや、わかってるわ。一つ、二つ、三つ、十。何度数えてみても間違いない。クリアチップを集め切ったんだ。なるほどね。自力でクリアチップを10個集めたら、こういうご褒美が待ってたんだね。あー、そっか、わかったぞ。前回は、嘘の間で、クリアチップさ、レコさんから1個もらったから、多分見れなかったんだ、このスチル。なるほどね。うわー。あぶねー。これ、スルーするとこだったね。絶対見なきゃいけないよ、君がしに実況するんだったら。なあ、みんな。ということで、また違う分岐に飛びます。南紀大先生、ありがとうございます。いやー、これはサラちゃんの体をじっくり眺められますな。すごい、スタイル抜群ですよね、こうやって横から見てもね。シャツが中学校の頃剣道をやっていたというだけあって、いやー、綺麗でございます、本当に。体がね、運動していたんでしょうね。たくましく、もう、その、華奢で、美しい、しなやかな体をしておりまして、うんぬんかんぬんと。さあ、
うわー、やだな、これ見るの。多分私、パート本当に2とか3とかの時にさ、まあ、あんまりバッドエンドとか見たくないんで、そういう方向にはいかないようにプレイしていこうかなと思いますって言っておきながら、ただちょっとセーブデータが消えるとなるとまた話が別だということに、最近ね、そういう結論にたどり着きまして、いや、やっぱりね、こういう最初のエンディングとかも、こう、多分ゲームオーバーなんでしょうけど、見ておかないとダメだなと思ったので、ちょっと、サラちゃん、すまんね。時間切れです。ちょっと待ってくれよ。そう。頼む。サラは。処刑を開始いたします。助けてちょ。うわ、ああ。折れ曲がったねー、綺麗に。サラ。ああ、こんな感じになるんだね。いや、よかったわ。これ最初に見なくてトラウマになるとこでしたわ。はい、ということで、これは完全なるおまけですので、もうこれは悪い夢ですよ。なかったことになりました。